イルで今日はお送りします。マジ不審者スタイルすぎて、でもまあこれがねデフォなので、私のこれがデフォなので、まあ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 、多分もうこの私のこの姿に見慣れてはいると思うんですけど、あのはい、これでお付き合いください。もうみんな見慣れてると思うけどね、みんなこの素柄のこのさボロボロ加減は。ちょっと帽子にもついたまんまなんかかぶっちゃってるし、髪がそう適当なのね、帽子とかさかぶってる時ってもうさ前髪もう直したところでさ意味がないぐらいぺっちゃんこだからさ、許してほしい許してほしい。髪の毛もさだいたいさ一個結びじゃん、だいたい一個結びすぎてまあ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 、まあ、そういうこともあるよね、そういうことも許してください、そういうこともあるんですが許してほしいです。まあ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 何回言うねんって感じなんだけど、まあ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 、まあ、本当にさショールームもいつかさなんかあのラジオだけラジオ配信みたいなのできたらいいな、顔皆さんは今日何をして過ごされたんですか。今さんはちなみに今日は何をして過ごされましたか。スカラは結構あれです、食べ物食べたいっていう食べ物食べたい欲に駆られてました。今日みんないろいろと過ごされてるんですね。スカラはもう体がボロボロでしためちゃめちゃ咲いて体がボロボロでした。なんでお眠りになりました。お眠りして、体をいたわってました。お眠りすると体痛くなっちゃう、あでもそれもめちゃめちゃわかる寝すぎ、多分菅原の場合は寝すぎなんだと思うんですけど、ね、かわいいコーラのマーチの名前のやつで前が出たのでいい一日、かわいいそんなことしてるんだねなんかコーラのマーチの名前のやつって普通に売ってるんですか。でも普通に売ってるか、普通には売っているか、菅原は今日アベマ見て、アベマ見てゾゾタウンずっと見てましたゾゾタウンして過ごしました。何も買ってないんですけど結果何も買わなかった、買わずに終わりました。ただ見て見るだけ見て終わりました。
なんか私服の仕事が多いから、意外とね、みんなが思ってるよりも私服の仕事が多いから、なんかめっちゃ私服見ちゃうんですよね。でもやっぱ欲しいって、今欲しいって思うものをいっぱい見ちゃう、見ちゃって同じものばっか欲しくなる、似たような、同じものっていうか似たようなものが欲しくなります。似たようなものが欲しくなりますね。てか今でもそのゾゾタウンを見ながら納豆ご飯が食べたいなってずっと思ってました。なんかずっと納豆ご飯が食べたいっていう欲に、欲がどんな欲、服見ててこれ欲しいとかじゃなくて、納豆ご飯食べたって、別に納豆みたいなさ服見てるわけじゃないのにさ、納豆ご飯食べたっていう欲に駆られてましたね。ここ最近ね、結構基本的にあの冷蔵庫の中に、あのスガランチの最近の、最近ではないけど、まあ、基本的に納豆って普通に入ってるじゃないですか、冷蔵庫にね。スガランの本当冷蔵庫の中の絶対いるんですよ、いるんです、いるようにはしてるんですけど、最近切れてて最近切れてて、納豆で食べたくて、食べたいです。菅原の家のストックはで基本はヨーグルトと納豆とえもずくもずくが入ってます。スガランチの冷蔵庫のストック、おじちゃんやん、おじちゃんなの、粒の大きさ。でもさ、ちっちゃい時ってなんかわかんないけどさ、みんな引き割りが好きじゃなかったですか、ちっちゃい時って、ちっちゃい時ってさ引き割りが好きだったけど、今はさ粒が大きい方が好きです。まあでもの方が美味しさを感じます、わかんないけど。引き割りってなんかちっちゃい時好きですよね。ああってこっていう話をしてたら、なんか食べたくなって食べたい欲にまた食べたくなった、食べたいが食べたくなってきた、食べたくなってきたなと話した、食べたいなんか最近気づいたんですけど、ね、もずくも結構好きなんですよ、それもずく酢が結構好きなんですけど、だからなんか居酒屋さんとかね、もずく酢があるとなんか結構頼むんですけど、なんかもずく酢と、それでなんかたまたまやってみただけなんですけど、なんかオニオンサラダともずく酢と納豆を入れて食べたんですよ。めちゃめちゃ美味しくてめっちゃ美味しくて、なんかスガラって天才かもと思って多分これどこにでもあると思うんだけど、このレシピやったことある人全然いると思うんだけど、
なんかオニオンサラダにそのもずく酢と納豆入れたらめっちゃうまくねってなってえ、あ、そう、合わないと思って合ったんですよ。合わないかもって思ってって思ったらめちゃめちゃ合って、めちゃめちゃ美味しかったっていう。やったことある人いる？みんなスカラと同じ食べ方したことある人いる？いないか、この中にはないか。え、わかんない、スガラの味覚がおかしいのかな。ね、スガラ的にはめっちゃ美味しかったもし真似したくなった人がいたらやってみてくださいああ、もずくもストックが切れたからなんか食べたくなってきたスーパーに行かなきゃ、行かなきゃ。酢納豆は体に、え、じゃあもずく酢と納豆っていいんだね。玉ねぎはスライスです。スライス、レタスとか入ってるやつ。つか基本自炊しないんですよ自炊しないんですよ。だからあるもので食べる、なんか出来上がってるものを買うことが多いんですけど。マジインスタントご飯ばっかご飯炊かないくなりました不健康、不健康です。マジ言われ怒られそう、みんなに。なんかもっとちゃんとしたものを食べろって言われそう。だから太るんだよとか言われそうだけど。ご飯、ね、前までは耐えてたんですけど、ね、冷凍保存してたんですけど、冷蔵庫ってパンパンになりますよね冷凍庫とかって意外とね。そう、忙しいく、忙しいと。でも自炊するのもだるいし、だるい。だから知ってるメンバーとかでさ、知ってる子いてさ、マジですごいよなと思って。なんか見た目も美味しそうだし、なんかよう作ろうって思うわと思って。マジ作る気なんないですもん、すがら。マジで終わってるで今日食べたの、食べた食べ物はドンさんからもらったしんこまんじゅうと、ひなのからもらったカップラーメンマジマジ不健康すぎるあとピュレ組の、なんか個包装のピュレ組、ちっちゃいのと、コーラめちゃめちゃ不健康、めちゃめちゃ不健康なんだけど。お酒飲んでないです。マジ不健康やばくない？ガチやばい。
ばいでしょ。あとカラスコ、え、これな、どこのあれなんだろう、ジャカルタなのかな、ジャカルタのカップラーメンなのかな。でもこの前なんでこれもらったんだっけ、一時帰国した時かもらって、その時にもらった。コーラは昨日タニピから、タニピかな、タニピからの差し入れでもらったんですけど、食べちゃった。ただ今日が不健康すぎるんですよ、異常に不健康すぎるの。コーラもらって、コーラを飲みました。あとはお水、今日がたまたま不健康だったの。でも結構すがるって割と不健康っぽいかも。不健康アイドルだと思う。不健康アイドルだし、あとすがるって休日の食べ始めがめちゃめちゃ遅いんですよね。なんかご飯食べたいって思ってからなんか3時間後とかに食べちゃうんですよ。だから仮になんかご飯食べたいなって思うじゃないですか、8時とかにご飯食べたいなって思ったらだいたい11時ぐらいに動くとか11時ぐらいに動いたりすることが多くて、マジでやばい、不健康不健康、そう、マジですがらおかしいんですよ、結構変だと思う、すがらの生活本当遅いんですよね。みんなはさ、お腹空いたって思ったらさ、すぐご飯食べますか？すがらと同じさ、考えってか、そういう人いないの？なんかめっちゃお腹空いたってなってもなんかだるすぎてなんか動くのがだるすぎてなる。私あってもなんか動くのがだるすぎて、なっちゃうんだよ。その時にインスタント食品、気づいたらそうなっちゃうんだよね、びっくりしちゃう。食べた後は動く？こんな不健康なアイドルっているのかな。でもいっぱいアイドルっているから、いるか、不健康アイドル いるよね、そこらときっと同じ人いますよね。こんばんはって信じてる菅原。やっぱこの世の中にはいっぱいアイドルがいるから。ゆきりんさんゆきりんさんはね、そんな感じしますよね、姿
失礼、バカ失礼、私すいません。だって今も、今は納豆ご飯食べたいし、あとすき家も食べたい。すき家もなんかさ見たんですよ、あれ食べてみたい、明太マヨみたいなやつ、なんか新しいやつ、新しいやつ合ってます。食べてるサプリはないんですけど、酵素飲んでます。え、牛丼のさ、なんかあるよ、わかる、誰かわかんない、なんか明太マヨネーズみたいなさやつ、なんか見たんだよね、違うのかな、あ、え、チーズもあるの、明太マヨチーズなの、え、なんか勝手にさ明太マヨって思ってたからさ、家にあるチーズ買いに、もし食べれるんだったら家にあるチーズかけようって思ってたのに、チーズまでついてたんだ、素敵じゃん。素敵じゃん、何それ、もともとちゃんとチーズも入ってるんだ、え、もうめちゃめちゃ素敵じゃん、めちゃめちゃ素敵じゃん、大好き、ほんとすがら、もうほんとにそういうの大好きなの、ほんとにほんとに大好きなの。で、最近の菅原は、あの、すき家に行ったら、高菜明太マヨが最近来てます。最近食べちゃう。すき家だったら、高菜明太マヨ食べちゃう。ちょっと前までは、とろろとかオクラとかなんですけど。いや、でもこの前も言ったと思うんですけど、結構すがらってあのハマり癖があるんですけど、こうブームがあるんです、ブーム、ブームって言ったらいいの、結構本当ハマり癖があるから、本当飽きるまでこれを食べるみたいな感じなんだけど、今のターンはすき家だと高菜明太マヨがターンです。え、割と毎回同じメニュー食べます、本当に。だから納豆はでも結構ずっとだけど、もずく、その居酒屋で行ったらもずく酢は食べるんだけど、その家で買うまでじゃなかったけど、もずくも結構最近、ここ半年ぐらい、ここ半年ぐらいは結構もずくをストックしてます、お家でも。で、納豆はもうさ、なんていうの、定番じゃない、納豆は。もずくは家で買う、家で買うのはここ半年ぐらいですなりました。もずくさ、でもちゃんとその前から全然好きなんですけどって感じです。だからさ、最近スタバとか行ってもずっとココアとか何かにプラ、何もプラスしないです。もう納豆は納豆、納豆とご飯とお味噌汁みたいな感じです。本当に、マジ、本当に、なんか、納豆だけでご飯めっちゃ進みますよね。納豆ってめっちゃ美味しいですよね。大好き、納豆。ああ、やっぱ納豆が食べたいです、今。納豆ってなんであんな美味しいんだろうね。
ね、菅原、ね、食べ物の話すると本当楽しそうで。え、菅原、卵とさ納豆の組み合わせ意外としたことないかも。なんか割とさ、それでこそさ納豆にさなんかネギとかさ入れるけどさ、人なんかよく見るじゃないですか。え、けど結構納豆はそのまま納豆とご飯、もう納豆だけでいいって感じなんですよね。あ、卵だれ納豆が一番好き。美味しいよね、好き。あれだから結構タレは入れるんですけど、結構そのほんとそうシンプルが一番好きです。からしは入れるときと入れないときがある。納豆としらす入れたり、なんだ、しらすか、美味しそう。ネギもあんま入れないかも。だから割とそのままかも。そのままデフォです。朝食べる？まやちゃん朝、うん、用意されてたら食べるけど基本食べない基本食べないかな、うん、基本ね。用意されないとこんな感じ、用意しない、されてないと食べないか。どういう時だ、なんかあるかな。だからでもその、まあ、公演前はあんま食べないこと多いんだけど、例えばめっちゃさライブちょっと大きなところでやるとか、そういう時は朝からだと。ツアーとかの時とかは朝から長いから、そういう時は食べなきゃなと思って食べます。そういう時は食べるんだけど、基本は食べないかも。ビュッフェ寝ちゃうかも。寝てるから朝起きないかも。あ、でもジョンラジの時はうどんがあるっていうのを聞いたから行きましたあとあれだよ、あの時も食べた。でもその時はたまたま朝が早かったからだけど、あの長崎行った時とかは、うん、食べました。なんかほんと朝から集合とかだったら食べるけどって感じ。基本的に空腹で多分、意外とさそれないんよね。お腹空いたら食べるっていうのもあるんだけど、なんかライブ前ってさあんまお腹空くことないんですよね、踊る前って。意外と焼肉は大好きです。好きですよ。この前食べた焼肉めちゃめちゃ美味しかった。だから多分ライブとか公演とか終わった後、夜とかめっちゃ食べたくなる夜とかは食べたくなるんですけど、でも焼肉屋さん行ったら私はやっぱ冷麺食べますすぐ冷麺食べちゃいます。お肉と一緒に冷麺が食べたいんですよ。締めっていうよりもお肉と一緒にさっぱり冷麺が食べたいですよね。だからさ、なんか普段一緒にご飯行かない人とかさ一緒に行くとさ、
えみたいな、たまにあるじゃないですか、そういう場って。初めて一緒に行くメンバーとかだろ、えみたいななるけど、冷麺すぐ1回目の注文でもう冷麺って言います。え、はじめまして、はじめまして、冷麺マスト。で、冷麺の話してるけど納豆ご飯がやっぱり食べたいです。本当にね、お酒飲まないんだよね、ピンス。ああ食べたいです、スガラもピンス食べたい。ピンスってかき氷です。お酒ね、お酒飲めないからさ、本当にお酒飲まないね基本的に。ね、今は飲みながら見てるんだ。だからでも本当たまに飲みたくなるのでたまに飲みます。たまに飲みたくなった時に飲むけど基本は飲まないし、飲むとしても誰か、なんか人がいっぱいいる時とかメンバーといる時しか。そう、ワイワイしてるときは飲む。そう、やっぱジュースが美味しいからってことで、皆さんあっという間にもう1分でした。3月もありがとうございました。4月もよろしくお願いします。4月も楽しみましょうね、一緒に。頼んだよ、一緒に楽しみましょう。4月もいっぱいいっぱい。3月ありがとうございました。お世話になりました。3月、あー4月まだ意外と来ない。4月が意外と、あと何秒後に4月が来る。あ、来た、4月、4月来ました、よろしくねバイバイ、4月よろしくね。